改めて皆様、本日もようこそご参加くださいました。本日も今146名多くの方にご参加いただいております。いつもありがとうございます。私の会ではお坊さん簡単仏教解説ということで、仏教に関するテーマを一つ取り上げて、できるだけ簡単に分かりやすく皆様とご一緒に味わってまいりたいと思います。仏教やお寺を身近に感じていただいたり、また日々を安らかに、そして穏やかに過ごすようなご縁となれば幸いです。さて、前回から煩悩について見ています。煩悩とはこの心身、心、体を煩わせ悩ませるものの総称と言われます。もっと簡単に言うならば、煩悩とは我々の悩みや苦しみの原因となっているものでした。前回にもお話ししましたが、煩悩には代表的な煩悩が3つございます。貪欲、嗔疑、愚痴の3つです。これら3つで三毒の煩悩とも言っております。前回はその三毒の煩悩の1つ目、貪欲についてお話をさせていただきました。貪欲とはむさぼりの心のことです。もっと欲しいと思う心が悩みや苦しみの原因となっていることを前回見ていきました。そして今回は三毒の煩悩の2つ目、嗔疑についてご紹介させていただきます。さて、今言ったように三毒の煩悩の2つ目は嗔疑です。嗔疑とは怒りの心のことです。煩悩とは我々の心身を悩み煩わせ苦しみの原因となっているものです。ですから代表的な煩悩の一つである嗔疑、怒りの心が我々のこの心、体を悩み煩わせ、そして苦しみの原因となっているということです。怒ると頭に血が上ったり、また血圧が上昇したりして体にも負担がかかりますね。心臓の鼓動も速くなりますし、怒ることで体力も結構消耗します。また怒っている時はイライラしたり、むしゃくしゃしたり、もやもやしたりして精神的にも良くはありませんね。このように怒りの心は我々の心身を悩み煩わせ苦しみの原因となっているんですね。そしてまた怒りの心は接する周りの人にも影響を及ぼします。怒りを向けられた相手はいい気持ちはしないでしょうし、誰かが怒っていたらピリピリと空気が張り詰めますね。怒りの感情は自らを苦しめるだけではなく、他者をも苦しませてしまう要因となります。我々どういう時に起こるでしょうか。多いのが自分の思い通りにならなかったり、また都合が悪い時に起こることが多いでしょうか。なんであの人はこんなことをするのかとか、あの人があんなことをしなければこうはならなかったのにとか、自分の思い通りにならなかったり都合が悪い時に我々は起こることが多いようです。ですので、自分が怒っている時には自分の思い通りになっていないという理由で自分は怒っていないだろうかと、一旦冷静になって見つめてみるといいかもしれませんね。いつもいつも相手が悪いばかりではないと思うんですね。考え方や価値観が違うだけということもあります。相手が悪くないのに怒ってしまうと、いらぬ恨みや憎しみを買ったり、自分の信頼にも傷がついてしまいます。我々は問題を自分のせいにするよりは他のせいにするという多責傾向があります。例えば自分がお皿を割った場合は、お皿が割れたということはありませんか。お皿がツルツルしているから割れたんだとか、お皿がこんなところに置いてあるから落としてしまったとかですね、まるで自分以外の何者かのせいでお皿が割れたんだ、自分のせいではないというようなニュアンスがお皿が割れたという言葉には含まれているように感じます。一方、自分以外の人がお皿を割った場合、例えば家族が自分のお気に入りのお皿を割ってしまったとしましょう。その時はお皿が割れたとは言いませんね。お父さんがお皿を割ったとか、お母さんがお皿を割ったとか、お兄ちゃんがお皿を割ったというように、〇〇がお皿を割ったというでしょうね。
まあ、このように我々には問題を自分のせいにするよりは他のせいにするという他責傾向があるんですね。他責傾向があることを認識して起こった時ほど冷静になって状況を見つめてみたいものです。また他にも余裕がない時とかあまり睡眠が取れていない時とか疲れている時とか大きな案件を抱えている時などは起こりやすくなるかと思います。自分の状況によっても起こりやすさは変わりますよね。できるだけ余裕を持つようにしたり、自分の心や体にも目を向けてセルフケアをしたり、今は繁忙期で忙しくてちょっと疲れているというように自分の状況を周囲に伝えることもできることかもしれません。仏教には和言愛語、和願愛語という言葉があります。和やかな表情と慈しみのある言葉遣いを大切にするということです。相手の表情や言葉が和やかで穏やかだと接する方は安心しますよね。表情は相手に伝播するとも言われます。笑顔や優しい言葉遣いは我々が簡単にできて、しかも自分や周りを温かくする慈しみのお布施です。ここで言うお布施とは、ご葬儀やご法事で包むものではなくて、他者への施しという意味です。自分の表情や言葉遣いがトゲトゲしくなっていないだろうか、人に緊張させてはいないだろうかとチェックしてみて、和言愛語を心がけてみるのもいいかもしれませんね。もちろん不当な扱いを受けていたり、いじめや偏見を受けているという感じるような場合は和言愛語といかないこともあるでしょう。自分が悪くないのに自分を責めたり、無理に笑顔を作ろうとすることでかえって自分を苦しめることもあります。何でも人のせいにするのは良くないですが、同じく何でも自分のせいにしてしまうのも苦しくなります。苦しさを感じるときには無理をしすぎず休息を取ったり、信頼できる人を頼るといったことも大事かと思います。いかがだったでしょうか。お坊さんの簡単仏教解説ということで、今回は煩悩の中でも代表的な瞋恚という怒りの心についてお話をさせていただきました。次回は三毒の煩悩の3つ目、愚痴についてお話をしたいと思います。